よしよし、はい、こう髪頭こうしますね。はい、皆さんこんにちは、こんにちは。ほう、まあいろいろと家帰ってきて診察を受けてきて、いろいろとね、ああ家帰ってずっと今日が仕事やと思ってたら、バリバリ寝ちゃって、バリバリバチバチ寝ちゃってね、バチバチ寝ちゃって、まあこういうね、今年入ってね、こう疲れ溜まった時にぐっと寝るっていうことはね、やっぱ人はねしますね。それはもう鬼滅以前以降の世界線だ、コロナ以降、コロナ以前コロナ以降の世界線を言ってるからですね。ちょっと疲れ溜まった時にバチバチ寝ますね。あの人はね、まあそれはしょうがない。そして今までやってきたことだし、共に行く、今までやってきたことをと共に行かなきゃなんないからね、結局って感じがしますね。ですね、疲れた、大丈夫か俺、さあね、ここまでね、このね、こういうなヨシリンみたいな態度もなかなか取れない、なかなか潔いよね、このこういうはっきりした態度取られたら、まあ潔いなと思うし、ヨシリン信者じゃないけど、まあ潔いなと思ったりして、疲れたね本当に。だから今の特徴としてグッと寝ますね。もう疲れが溜まったらブリッと寝ちゃうっていう感じ で、まあ精神科の診察を受けて、まあ毎回診察受けるのに、毎月そうなってるの、なってるで、その時にまあいろいろとね、土の時代から風の時代ってなんですね。もうだから毎度言って、個人 YouTube 社会って、個人自分の感性自分の一歩からスタートって、200万円も2000万円もないんだよもうっていう、差はないんですっていう、年収の差はないんですってことを口酸っぱく言ってんのに、こういう感じもあるよね。だから時代の流れが、だから、コロナ以前コロナ以降っていう、だから意識しなくても鬼滅以前鬼滅以降だから、だから変わってるかなと思って、心療内科っていうか、まあいわゆる変わってはいたんだよね、同じ建物ですよ、変わってはいたんだよ。それ変わるよね、世界的には。そうか、もう世界的にもう、もう世界的に鬼滅以前以降、コロナ以前以降、コロナの前の世界に戻らないっていう、社会に戻らないっていうね、それもみんな、世界はもう、世界はそういう、世界の総意でちゅかっていう、実際そうなので、でまあ変わってるかなと思ったら、空気は変わりつつはあるという感じはしてて、ですね、まあ、そういう感じですね。だから作業所からの先とか言ってたらまた別の話なんだよね。でまあOT ね、無理やり侵入しようと、無理やりっていうか、無理やり、まあ無理やりだよね、侵入しようとしてと止められるじゃないですか、無理やり参加で。それで OT が、まあ、その専門用語が説明しなきゃいけないでしょ。外来作業の人っていうのは、ピンで作業療法をするっていう世界と、みんなでグループワークで作業療法をするっていう世界があって、ね。ピンで作業療法をするし、グループワークの世界をこうって、だって、作業療法をやる外来 OT を決めて、こう、決めてから先生と話して決めてからこの展開をしろという、どっちか選ぶ展開っていうふうに、システム的にはそうなってて、もう、まあ、頑固な人とは毎回話しますよね。もう、どっちだっていいじゃないですかっていうことを、もう、思いませんかっていうことは思うんだけど、ヒャッハーだからもう。だいぶでも緩くなってきたなと思うよ、ルール縛り。だいぶルールの縛りって緩くなってて、緊張しいったら絶対生きていけないわ人間ね。だいぶ緩くなってきたね、すごいですね。でもそれでもまだまだね、やっぱ医療のとかって、やっぱから、そうね、
風通しを感じ、他人の価値観を感じようって言ったってまだね、それが感じられない人たちはまたどうせいるしって感じだったし、あとはですね、あのバイデンが勝ったっていう、こう世界線まだ言ってる、トランプ勝ったんですね。バイデンが勝ったっていう嘘の世界線と、トランプが実は勝ってるっていう世界線、どこで日本でもバッティングするのかな。日本人はどこでバイデンジャンプとか言ってたでしょうね。日本人はなんとなく察するでしょ、おそらくどっかでね、トランプは勝ったんだっていう、うん、表向きはでもそうだね。それでもこっからこう、もう日本に悪者が集まるのかなってもあるけどね、すごいあれあれですね。トランプが、ドナルド・トランプが日本は最後だからねって言ってた。メディアが今さ、やばいやばいじゃん。新聞テレビとかもメディアがやばい状況に発狂してるから、トランプがそれは言ってたからですよ。あなたたちは最後だから、日本は最後だからねって、今こういう状況の時にじゃあどうするかって、自分の生活していかないかよねって感じがすごくしますね。全部ゼロからですね、もうはっきり言えば。もうヒカキン政権がすごすぎるからね、全部ゼロからですね。それでもまあ結構年長いってる人っていうのはやっぱ年老いて頑固だから守ろうとするでしょ。でも変わって、あのね、ルールっていうのをね、ぶっとこう、いやそれはもう筋がもう通らないよってグッて言ったら、だってコロナ以前以降だもんって言ったら通りますもんね、はっきり言って。俺ももうちょっと攻めでよかったかなっていう感じもしますね。今日の反省はね、あのね、無理やり OT に参加するみたいなことをもうブリブリやればよかったんだけど、だからその手順踏んで参加するなんてことわかるけど、やんない、わかっちゃうね、気遣っちゃうんだよね。手順をこうね、踏んで OT に参加するとかっていうのをしない、もうしないですね。手順踏まない、俺も。ゆるさで手順、踏まないでおこうと思いましたって話そうかな。踏んでもいいんだけど、ちょっとこっちももう踏まなくてもいいやぐらいな感じもして、そんな中もそこをそんなきっちりやってたら、もう苦しいだけでしょっていう。であとね、あったのはね、 OT のね、ちょっと乗ってきて遅いよね、乗ってくるのが遅ってね、さすが語り部の一族。OT の会場が臭いね。学校って窓閉め切ってる時の、あの弁当を食った、みんなで食った後の閉め切ってたら臭いじゃん、学校。死ぬほど臭いじゃん。あの感じと同じ。あの感じを煮詰めた感じの、みんなで飯食ってたしね。風通しが悪いと吐きであって、それやってた、OT やってましたね。で、時に、でもそのね、その煮詰まり感っていうのがね、もうおそらくこう週最後になってきてるなというのを思ったね。最後の煮詰まりって感じがすごく、詰まったら開くんだから、だからそう、煮詰まったら、詰まったら開くんだからっていうことをすごくもう感じて、でそれそのものでやってるのもね、てことの人とかもナイスの人とかももう開きこもってるもんね。開き直っちゃってます、もうすでにね。これもちょっと、もうちょっとこう本当に遠慮しすぎ、配慮しすぎだから、開き直っちゃえばいいの。ヒャッハーにモヒカンタロウになっちゃえばいいの。開き直っちゃいいんだけどね、俺もね。って感じがすごくしましたね。確実にもう、コロナ以前以降っていう社会違いますし、で緊急事態宣言もまたガバガバなので、何言ってるか分かんないっていう。真に受けてんだ、医療のところだと真に受ける人で真に受けちゃうんだろうなと思って、なんかそういう嫌さはあるよね。でもあんなの何を思って、あんなの壁なんて立てたところで、ついたてなんて立てたところで、こういう風に風が入っていって、こう風が入っていくんだね、こういう、はい、動くんだ。あのついたてしたところでソーシャルディスタンスはあるだろうけど、なんだそう、距離感は取っとかないかんけど、どうしようもないよ、話すしさ、どうしようもないよ、うん、ってことなんだけど、まあそうですね、今こうまとめて話して、しかしその、こう精神医療の
あの業界だったり、あとは医療の業界だったり、もう接点ない、全然接点ないんだけど、でもまあ煮詰まるよね。あ、煮詰まった時にもう詰まった開くだけですね、はっきり言って。もう全部やり直しっていう、全部壊れ、学校中が、学校とかも全部、もう全部一回こう解体的に、解体的になるでしょうね、もうね。ヘライザー様が、あのはっきり言って、あのやっぱああいう若い子は評価されちゃってるもんね、もうすでに、ね、もう感じですね。時代変わるよね。でだから俺なんてほったらかしちゃったら、作業療法に行かさせられても、作業療法で全然稼がさせてもらえないじゃないですか、仕事として。あの面白くないし、だから普通にやっぱ賃金が、ゼゼコが生まれないから、自分の働いたことにおける対価が生まれないから、面白くもなんとないっていう、働く喜びではないなってことは思ったりするけど、そのね、じゃあ作業療法の現場の先を作るのかっていったら、これも結構大きな課題なわけで、おめえらがやるよぐらいなことを思うんだよね。やけど、まあそういうことは考えたりもしましたね。つまり、よく詰まるんだよね、医療って。医療はもう、医療をこうある意味では盲信しちゃう。医療は医療でいいんだけど、医療は医療で医療の戦いでいいんだけど、医療は医療を盲信しちゃうじゃない、ある意味ではね。別に俺はこう、先生にかかってもいいんだけどね。そういう感じですね。だからこう、まあ、そうですね。まあそう感じたことは、今日感じたことはそうですね。タイトルどうしようか。今日感じたことはそうですね。やっぱりね、まあそこの、まあそうですね。もうその、あ、いやいや、もういいや、喋ってきた方ですね。土の時代から風の時代なんだ、グレートコンジャンクションなんだとかって全部話してきた方なんで、価値観もむちゃくちゃになるんだから、詰まったら開くんだからってこと非常に思いましたね。そこでもうまだ古いなシステムなんて思うね。あのまだあのシステムとしてはもう戦中戦後なぞってるって、ね、なぞってももう無理でしょっていうねと僕は思いましたね。あの医療のシステムとか看護のシステムとか、戦中戦後のね、コロナ以前以降なんだからっていうこと、当たり前のことは通らでも通るんですよね、通るんですよ実は、もうと思いましたね、と思いましたにゃーですね。ブリブリ、もうブリブリやっていかないかなと思ってたわね。あ、そんな感じです。では、あ、ブンブン、そんな感じです。ブンブンって言って、もうちょっと本当に頑張らないかん、 YouTuber。 あと本当に自分で稼がないかんわ。ブンブン、なんでケシーだから、ケシーおばのこと、ケシーさんのこと、ケシーさんがだから、もう自分から生み出す、だから自分の人生からブリッと自分の人生を新しく生み出すとかね、っていうことを、うつ病にはみんな一度はなった方がいいみたいなことを、やっぱそれでそういうもんだということを言ってたりとか、影響あるんだ、あの人から影響はかなりあるんですけど、なんで俺は伸びないんだと、なんで流れてこないんだっていうね、ことをね、こうね、風の時代のはずだから、みんな流れてくる、俺の動画にも流れてくるはずだと思って、あんまりにもこうね、あのワンポイントレッスンみたいな、先生ワンポイントレッスンみたいな、なんかそういうね、お願いティーチャーみたいな、教えてくれるお願い、井上聞こうかみたいな、お願いティーチャーみたいな、この都合いいことを教えてくれるママ先生みたいなことを俺はできませんからね。自分のやりたいようにやるけど、それでも自分のやりたいことをグッとやって、オーディエンス、みんなと協調して、楽しくね、それぞれが自分の個性発揮して気持ちいいってなればいいかなと思ってます。ではでは、ブンブン。